はい、ドルル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 1.16.5 の最新版上、最新バージョンを紹介していこうかなって思ってるんで、皆さん最後まで見てください。で、こんな感じでね、いろんなモッドが追加され、いろんな武器が追加されて、まあなんかこういうね、読み方わかんないけど、木の木刀からちょっと鉄の加工が入ったやつから、こういうね、めっちゃ強いかっこいいやつまで入ってるんで、ぜひ皆さんプレイしてください。じゃあ早速ちょっとこの5つをね、紹介していこうと思います。で、これが無名刀ってやつかな。で、これも技使えて、シフトを押しながら右クリックすることで、こうやってね、ターゲットをロックオンして連続攻撃ができると。で、この右上に出てるゲージなんですけど、これは連続攻撃でゲージが回復して、高いほどダメージが高いみたいな感じですね。で、こっちは無名で、こっちもシフトで右クリックで、もうなんか走り込むっていうか、ついタックルです、タックル。で、こっちは無名と執行かな。で、こっちもロックオンして、まあ一人称してんのがいいかな、今日は。宝刀なんだ。ゆずき。あ、なんかピンクっぽい。こっちはなんか突撃、ブラックホールみたいなの作って突撃かな。お、強い。めっちゃ強い。じゃあこっちは、黒狐かな。わかんないけど。まあ、そんな感じ。まあ、こんな感じでね、いろんな特殊能力を使える剣があります。じゃあ早速ね、AOA モッドっていう、今ね、僕がシリーズ系で実況してるモッドのボスを出していこうかなと思います。はい、AOA のね、黄色のガーディアンってやつを倒していこうと思います。じゃあ、黄色のガーディアン、召喚。お、なんか鳥、待って、なんか飛ばしてくるじゃん。じゃあね、この強いね、刀、いきます。待って、めっちゃダメージが入ってる、待って、めっちゃくるくるしてる。おー、再認証して、おー、待って、めっちゃくるくるしてない、めっちゃ回転してる、すげえ。じゃあ他の武器も使っていこうかな。おろ、こっちもくるくる、めっちゃくるくるしてる。こっちは普通、あ、次元切り。ここをちょっと待って、やばい。一旦帰って、待って、やばい、強くね。待って、これ攻撃跳ね返せてる。じゃあちょっともう止めます。待って、刀折れた。刀変えます。ゆずき使う。じゃあ、はい、回ります。あ、もう間もなく倒せる。最後は素手で、いや負けたー。はい、でもね、まあ、こんな感じでね、 AOA っていうね、すごい元のボスでも簡単に倒せたのかな、まあ、倒せちゃうぐらいね、すごい元スラッシュブレードモッド、みんなぜひ入れてみてね。バイバーイ。